田中康夫 YouTube 公式チャンネルだから言わんこっちゃないボリューム459、中国やミャンマーにも現れちゃう検察特捜部の暴走ならぬ迷走、カニカッコ特別背任には当たらないカルロス・ゴーン笑い、能天気な日本のマスコミもそろそろ被害者を演じ続ける才川博と CEO を正さないとねと題してお届けをばいたします。明日1月8日に関してはカルロス・ゴーン容疑者なんでございますかねが久方ぶりに東京地裁で、勾留が延長されたことのそれの理由というものを、裁判所が話をし、そして彼あるいは検察そして彼の弁護人というものがそれぞれ、陳述を行えるということになっているんだそうでございます。当然彼はここで無実を述べるわけでございますね。まあイメージ操作としてはあるいはゴーン氏に道義的な責任が一個もないのかといえばこれは私もあるいはここのところ連日電話でもお話をしている郷原信郎さんもですね道義的という部分はあるかもしれません。しかし法律法治国家でございますから、まさに田中みな実さんのお父さんの田中正明さんが日本は果たして今やもう法治国家なのかとおっしゃり、そのことにですね経団連の副会長であったですねあるいは財政諮問会議の委員を務めておられた小松の名誉相談役のですね坂根正弘さんまでおっしゃる通り田中さんというのは私はございません田中正明さんということで、産業革新投資機構の社外取締役をお辞めになったように日本が果たして法治国家と呼べんのかと、これではミャンマーや中国と一緒じゃないのかという中においてですね、今回もまさに東京地検特捜部というものが行ったことは日本が法治国家じゃないということなんじゃないのかということでございます。これに関しましては来週の火曜日売りのサンデー毎日にこの問題あるいは産業革新投資機構の問題であったりその他ですね、連休が10連休になってしまうとかですね、連休10連休になる4月から5月は皆様株式市場が1日も日本は開かないんですよ。リーマンショック級がまた来るかもしれないなどと言っている時にですね、だから増税延期やむなしなんじゃないかなどと言っている時にこのゴールデンウィークなどというものは日本しかありませんから、ましてや10日間連続ですね株式市場を占めている時に大暴落や大暴騰が世界中であった時に日本は指をくわえて見ているってことですよ。為替であったり債券であったりの市場は開かれるのになぜか祭日や休日というものあるいは日曜日というものは株式市場は開かれないので10日間連続、果たしてこれは本当に漢字が読めないような字のですねことほぐしじゃないやなんとかとかっていう難しい言葉を政府はお使いになっておりますけれども、本当に退位される金城天皇であったり、今度新たに即位される現在の皇太子であったりがですね望んでることなのかと、これこそ逆に言えば政治的発言はけしからんと秋篠宮氏の発言をですね弾劾したような方々こそですね政治的利用を10連休してないかと、本当に国民総出でお祝いをするというけれども10連休になってたら普通の人はみんな海外旅行に出かけちゃうでしょうと、日本からお金がますます外に出てっちゃうでございましょうかと、そして株式市場は開かないってどういうこっちゃという生煮えな日本なんでございますけども、今日のお話は特別背任には当たらないカルロス・ゴーン、この問題はずっと繰り返し述べてまいりました。私の芋津橋大学時代の、同級生というか同学年のですね泉純子様というもフランス語も堪能英語も堪能スワヒリ語もできたかなという方がですね、その後ジュネーブにずっと在住をされて国際機関にお勤めになり、あるいは、都市銀行であったりですね証券会社にあちらでお勤めだった方も書いているように、ゴン氏がサウジアラビアにおいて行ってきていることということは全くこれは、外形的には何ら問題がないわけでございますね。でも日本はゴン氏が悪いと、でも本当に悪いところがあるんだったらきちんと言えばいいのに、今のところ検察とマスコミが言っていることは、政治資金規正法の形式犯と同じようなレベルのところのですね、ちゃんと記入しなかった
でも記入しなかったってことになると代表取締役は3人いたわけでございますから、そして2人は獄中に入ってしまったわけでございますね。その獄中の入れ方も任意の事情聴取も行わずにですね、まさに任意どころかそのまま連行をして東京拘置所に2人を入れてしまったわけでございますから、これもまさにデュープロセスとしてどうなのよということになるわけなんでございます。このあたりがまさにフランスだけじゃなくてアメリカもイギリスもみんなドイツも日本法治国家じゃないじゃないの、日本だけが我々は法治国家だと意気がってまさにリンチだとやってるということなんでございますね。でこの才川博人様に関しては CEO でございます。ガバナンスとかガバナビリティとかですね、あるいはまあデュープロセスなんて言葉は使ってないけどコンプライアンスとか、加計孝太郎様も私どもはコンプライアンスと、ガバナビリティをっておっしゃ、ガバナンスをっておっしゃってる。ガバナンスもコンプライアンスも分かってないような人がカタカナだけ使うとなんかまるであるという、あの会見は失笑ものだったわけでございますけども、まさに今日本が世界にさらしていることは、日本はガバナンスもコンプライアンスもない国なのにそんな言葉を何とかの一つ覚えのように話してんじゃないのっていうことになってるわけなんでございますね。ましてやサウジアラビア関係のあの、お金の流れというものは流れと言ってますけど形としては整ってるんです。前から例えば政治資金というものはきちんとろ過器を通せば汚いお金もきれいになると言ったのがですね、かつて有名な首相がおっしゃったわけでございます。だからそのために政治資金の国民協会だっけなんだっけ、自由民主党はかつてそういう団体を作ったわけですね。そこでろ過をする、まあマネーロンダリングといえば悪い話になりますけど、ろ過だったわけでございます。でゴン氏の場合にもきちんと形としてできてるし、ゴン氏が CEO の特別決裁ができるところの制度というものも、これは才川博人氏が認めたわけでございますね。才川さんに関してはですね、皆様最近ですね日産の中でもう一回リバイバルプランではなくてリバイバルとして流行ってきてることが、ミスターアグリーという言葉がございます。アグリーというのはどういう単語を思い浮かべますか。まあミスターはわかりますよね。アグリーはWe agree って言ったら、うん、認めるよ、同意するよでございます。つまりカルロス・ゴン様チルドレン、まさにゴンチルドレンであった才川様はゴン様の言うことならば何でも I agree、 I agree と言ってたわけでございますね。そしてその部下の方々に関してはもう鈍感力の方々はあの会見をですねまるで男だ勘だと言いましたけども、彼は agree だと、もう醜悪であると、部下を怒鳴り散らかしてですね責任を取らなくてということが日産の心ある社員の方を思ってらっしゃったんで、私や郷原さんが述べてることはこれは、あるいは遠藤誉さんもそうですけども、偏狂なですねネトウヨ君とは違う意味で、こんな日本のままでいったら日本は沈没するどころかどこからも相手にされなくなっちゃうよと、日産もルノーが買収する云々とかという前に日産はもう潰れちゃうじゃないかと、そんなことをしていいのかと、それはまさに、花輪義和さんという、1999年に社長であった方が思っていたように、この日産という会社に可能性があるんだったら救おうじゃないかと、そういう思いの方は日産の社内にたくさんいらっしゃる、ディーラーにもたくさんいらっしゃる、日産社のファンの方にもいらっしゃる、日産のに部品を納めている会社の方もみんな思ってらっしゃる、そういう方々がなんかこれ変だよねと、特捜のやってることって才川様体制を残すということは逆に日産を衰えさせることなんじゃないのかということなわけでございますと思っておりましたら、なんとこのゴン氏のは特別背任に当たらないということを細野雄二さんがお書きになったんです。皆さんご存知かもしれませんけど、細野雄二さんというのは大変立派な公認会計士でいらっしゃる。しかしながら細野さんはある問題に関して見抜けなくて、まさに有罪判決を受けてしまった。そして自分はそういう、つまり公認会計士も今回の場合にも日産の、公認会計士のところをやってるのはもうずっと東芝もはじめとして困ったちゃんをやってるような、実はここにも私の一橋の時の同級生の女の子が行っておりましてですね、ここの代表社員になっているという困ったちゃんがいらっしゃいますけれども、新日本監査法人でございますね。でこの日産、
の問題に関して細野さんはその後きちんと良い意味での AI などという、あの落合陽一君が述べているような絵空ごととは違う形でですね、きちんとしたプログラムを作って粉飾決算というものをきちんと見抜けるようなプログラムを作りになった。そしてこの方がですね、JB プレスで書いておりますけれども、これちゃんと見ると全く全部手続きを踏んでいると。道義的なところはともかくとしても手続きを踏んでんだから特別背任などというものには到底なり得ないということを全然検察はもうマスコミも分かってなくて暴走してるけれども、これはまさにフランスとかアメリカとか、ドイツとかを敵に回しただけじゃなくて、今回は産油国である日本が石油を最も買っている、サウジアラビアまで敵を回すことになっちゃってんじゃないんですかということをおっしゃっております。これはですね、ぜひあのご覧をいただきたいというふうに思います。まあブラジルやヨルダンというものをお前ら協力しねえじゃねえかみたいなことを特捜はおっしゃっておりますけども、フランス政府もと言ってますけども、今回はそのヨルダン、ブラジル、ヨルダンとお書きになってますね、レバノンでございましょうかね、レバノンとか、ブラジルとかフランスとか、まあ、ヨルダンもですかね、だけじゃなくて、まさに今回の特別背任での逮捕ということになると、サウジアラビア政府まで敵に回しているということでございますから、サウジアラビアの確かに皇太子には大きな問題がございますけれども、というところなわけでございます。まさにこの特捜のですね動き、あるいはなぜ才川様は、だって日産自動車は刑事責任で起訴されたんですよ、日産自動車としては。しかしながら才川様は無罪放免というのもよくわからない。別に才川様を叩けばよいと私は申し上げているわけではございません。しかしながらあの時一度も頭を下げずに、本日は皆様お集まりいただきどうもありがとうございましたというお眉会見というもの、しかも横にあの誰も、広報部長も立てないで自分は強い憤りを感じている、それを見抜けなかったお前だろうと、見抜いた段階でなんで検察に駆け込む前にお前たちはガバナンスとして取締役会や権使をとっちめられなかったんだよと、まさにアイアグリー、あのミスターアグリーだったからだろうと、それをなんかあのさも自分がおらお前言うみたいになってんのは変じゃないのってことを感じられたと思います。それを感じなかった人たちはいまだにですね権使けしからんというふうになってますけど、私はこれはですね大きな、うねりがリバウンドが起きると思います。これはおそらくですね国内的においてもですねリバウンドをしなくては日産自動車を愛する人たち、働く人たちのためにならないという動きがですね近く出てくるのではないかなというふうに思っております。そういう意味においてはですね、小原さんがおっしゃってるのは、まさにライブドア事件であったり、あるいは越山会事件、陸山会事件であったり、検察の暴走というものはこれは今までドメスティックとしてあったけど、今回はインターナショナルな中で出てきてしまったということになると、日本の三権分立どころか日本の検察という制度そのもの、あるいは日産自動車というですね国内においてはですね今や販売台数はですね、5位7位になっているという会社ではございますけれども、そして利益率は利益率は一番低い7番目であると、国内においてもですね販売台数はトヨタ、ホンダ、そしてスズキ、ダイハツについて5番目であると。なのに、株の配当率は、極めて高かったということは、今起こっている裏切られたと言っている株主の人たちも日産の業績に比べたらこの株価は高すぎるんじゃないかということを株主総会でおっしゃった方一人もいらっしゃらなかったということになると、あなた方も準共同正犯じゃございませんかということになってくるわけなんでございまして、もう一個はあえて申し上げると、1999年、全ての日本の新聞は1999年の3月に日産ルノー傘下へと書いたわけでございます。ルノーは日本工業銀行も見放し、通商産業省も見放し、負け組で倒産必至とメディアが書いていた日産自動車を、あのダイムラーベンツも見放して、クライスラーと失敗ですけども手を組んでしまい、そしてその中において日産ディーゼルもとても救済できないという中において、ルノーが8000億円融資ではなくて
あなた方の株式を買うことで救済しましょうと言ったわけですから、株を買うということはどういうことか。そしてですね、例えばいやそれが 43.4% だからって言いますけど、株式株主総会を開くときに全員から委任状なんかもらえるわけがございませんから、それだけ持ってるということはもうこれだけで5割超えちゃうわけですね。前から私が述べたようにバークレーであったりその他ゴールドマンサックスであったりの証券会社が持ってる株によれば5割以上なわけでございます。ルノーは別に自分からことを起こそうとはしてなくて、株主総会を早く開きましょうと言ってるわけでございまして、でもちっとも開かないということになると、株主総会を開きなさいということを言って8週間経っても開かない場合には東京地裁に開きたいと述べることが横浜地裁になるんですね。本社が横浜でございますから今日産は、ということになるとこれは株主総会を開かなければならない。6月の株主定期株主総会まで開かないで時間稼ぎをしようなどということは、日産がルノーの株をたくさん買うかとかいう以前の段階としてもはやこれは積んでいるわけでございますということをですね、森本特捜部長以下ですねお考えにならないと、本当に検察も日産も日本は検察と日産が潰れてしまうことをみすみす我々は傍観者として見続けるのかという話になってしまうということをお伝えをばいたしました。